チョコレート博士テンバルのたっぷりチョコ明けラクス、あ、ラスク。いやー、これはですね、もうたっぷりチョコ明けラスクですから、まあラスクが見えないぐらいに、まあラスクってまあ通常たまにこういうちょいこう、ちょっとペンが出ませんね。少々お待ちください。ペンすぐ出ますから大丈夫です。はい。ペンが出ませんでしたね。普通なんか、普通てかまあ、たまにこの、ありますよね。こういう、ちょっとこの食パンの形になった、こういうラスク。でもまあ、普通でしょうね。うん、まあ、普通の、まあ、こういう感じのラスクに、もう、隙間なくでしょうね。たっぷりチョコがけラスクなんで、もう、こういう、ちょっと、中の、こういうチョコがかかってて、こういう、中からちょっと見えないぐらい覆いかぶさってる。はい。で、たっぷりチョコがけなんで、もう厚みもこれ横から見てね、これ中ね。だから、普通がまあ、これぐらいのこの感じだとしたら、まあ、これぐらい、まあ、倍ぐらいはかかってんじゃないかなって感じ。あ、裏側もかかってんのかなってことだよね。これ上から見た目ね。裏側から見、たっぷりチョコがけでしょ。全部ですね。全部、丸々全部チョコがけラスク。まあ、いつもだけ見たことあるチョコがけよりやっぱチョコたっぷりだなって感じだと思います。いきましょう。でん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 。さあ、どういうふうにどんぐらいか。さあ、まあ当然もう、これはこの色ですよね。まず両面かどうか、じゃなかった。でも、その分、上からの、ね、なんかそれマンボウみたいな、これ目でね、目でこういう魚みたいな感じも見受けられます。可愛らしさも。そして、あ、半分に割ればわかるのかな、そのどんぐらい、よいしょ。あー、これはたっぷりですよ。これ皆さんね、これはたっぷりだわ。そして当然美味しいよね。うまい。そして皆さん、なんと、あ、ちょっとね、私今日はちょっと2ついただく所存でございますけど、俺こういうのちゃんとしてるから両方食べますね。これあるじゃないですか、さっきのが、たっぷりチョコ明けラスクなんですけど、なんと皆さん、珍しい勝手な先入観にしてはここから続きなんですけど、見てください。チョコ大好きハリスとヨリスのチョコかけすぎちゃったラスク。これやばいですよ。このシリーズなんですよ。の、たっぷりチョコバージョンと、こっちはチョコかけすぎちゃったラスク。いよいよ皆さん、両面じゃないですか。はい。まあ、両面じゃないとしても、こっちよりはかかってるから、より厚みがすごい。いきましょう。でん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 。さあ、ここまでは見た目一緒です。さあ、裏側はどうなってまあまあ、でも皆さん、さっきよりも裏側にまでちょっと及んでます、チョコが。そしてすんごい目がしっかりしてます。マンボウの感じの、なんかわかります、これがちょっとおちょぼ口でさ、こういう風に泳いでる。さっきより迫力ありますよ。そして厚みはあるでしょ、あるはず。たっぷりチョコがけだからどっちか分かんなくならないよね。こっちがかけすぎちゃった、こっちたっぷりチョコ。これね、微妙なラインです。でもね、この作った人からしたら、この違いって相当大きいんだと思いますよ。はい、いただきます。だからこっちも美味しいだろうな。うーん、うまい。うん。